はい、どうも皆さん、こんにちはでございます。というわけで本日もね、ファズモフォビアやっていきたいと思います。お、びっくりした。おー。重っ。というわけでね、前回は、まあ、前回というかまあね、アマチュアを、前々回ね、アマチュアやったんですけれど、あ、違うね、ナイトメアだね、やりましたけれども、まあなかなかね、常にドキドキしてたわ。うん。いつ起きてもおかしくないよね、あれ。まあ、てな感じで、まあ、ぜひね、見てくださいということで、今回、グラフトン、これね、前からでファズマやった時とね、同じマップですからね、なかなか完成度高かったね、あれ。この部屋が下がっておりますね。とりあえず置いとこうか。骨もね、回収していきたいね、これね。え、これ骨じゃないよな。いや、わかる。これは、スルーするって、スルーするって。あれ、ブードゥーじゃない。ってことは、違うやつか、ちょっと探そう。あ、こんなとこにタロットカードあったわ。全然猿の手とかじゃなかった。超電気つけっぱやな、これな。よいしょ。ちょっと怖いから、こことここだけはつけとくか。とりあえず EMF。なんか流れてる？これね、取るとゴーストの監修になるけど、置いてっちゃった。EMF ちゃんと、はい、これね。いや、ここわかるから、こっちら辺の方がよくね。よいしょ。ゴーストライティング。置いとこう。氷点下行きそうだね、これ多分。多分氷点下行くよ。よいしょ、ドッツと、とりあえず十字架も置いとこう。なになに？DM はあんまり反応しないね、今回。いや、氷点下行った？行くと思う。行くよね、これ。氷点下。カメラを、ここにどっち置いてるから。こんな感じで置いとく？さすがに倒されることないっしょ、これやったら。カメラ持ってくる。こうやってね、タップで聞くと、おもんないんよな。なんかね、反応悪かったんだよな、一応。ボスキーにしてみようか、ボスキーに。フリー。何歳ですか？何歳ですか？アピールしてください。アピールしてください。クソ反応悪くない？これ全然、赤くならんやん、これ。なんか、もう、失踪にしよう。今めっちゃ物動いたやん。俺がいなくなった瞬間。え、今物動いてたんかな？あれ？なんか気のせい。あ、でも皿慣れてるよね。とりあえずオーブはあるね。位置見えるかなあれ。ドッツ。この時点で EMF はなくなった。紫外線。ライティングスピードドッツ。ドッツが見えれば一番楽勝。0点まだ平均値が90だからね、90前後だから。めっちゃ物慣れてる。ただ EMF はないから、指紋見るか、じゃあ。俺指紋あったら終わりだしね、帰るよ。でもタロットはして帰らなあかんな。スピボかなぁ。私も情けたん。聞こえた聞こえた。ビビった今。聞こえたよ。しっかり聞こえましたからね、スピボ。はい、これで、オッケー。まあ、とりあえず分かったので、分かった。ので、タロットカードやりますか。浄化光も使ってみた。あ、あとサブのミッション全然やってねえや、俺。いやー、どれもきつー。ちょっとさ、使い慣れたいんよ、浄化光。よいしょ。だから、浄化光持っとこう。が、しかし、ライトが持てなくなる。
まあ、一発目にですが来ることないっしょ。ちょっと、あ、超常現象だよね、これって。まあ、これも来ないよ。あ、ハーミットね。ゴーストの、あれ、ハーミットタワーどっちかどっちか忘れたわ。うん。あ、フールなった。フールおもんないね。お ?25% 回復 ?25% 回復か。25% 減少。プラメゼロになっちゃったよ、今。あ、タワー。あ、フール。おでん?あ、ムーン。あ、初期でゼロになっちゃった、俺。俺、帰る頃に死ぬ、もしかして。あ、フール。あ、ちょ。あ、なんか、帰る頃に死ぬ?あ、何もなかった。やった。え、ザムーンって正気度ゼロやんね。あらー。あら、やっちゃった、これ。やべ、今回ゴーストの顔何一つ見てないって。けど大丈夫?今回、なんかイージーゲームやった。いつもにまして。あ、俺の手が。はい、オッケー、完璧。今回はなんか、おもんなかったな。限界まで走り続ける。あの時の気持ちはどこに?現代